ジョニー・スピレーンはアメリカ合衆国コロラド州スティームボートスプリングス出身のノルディック複合選手。スピレーンは子供の頃ハウェルセンヒルスキー場のそばで育ち、ここのジャンプ台で行われていたスキージャンプに関心を寄せていた。2歳からスキーを始めていたものの11歳まではジャンプにトライすることはなかった。初めてジャンプを飛んだ時はアルペンスキー用の板で、 ジャンプ用の板を手に入れたのはそれから2年後だった。1998年長野オリンピック代表に選ばれたものの出場はなかった。1999年、ノルディックスキージュニア世界選手権団体で優勝。続く1999年、ノルディックスキー世界選手権の代表にも選ばれたが、グンダー戦ン32位、スプリント37位、団体1位と振るわなかった。 同年3月のワールドカップ B ではスプリントで優勝。2001年ノルディックスキー世界選手権、個人32位、団体8位、スプリント16位。2002年、自国開催のソルトレークシティオリンピックでは、個人、スプリントとも32位、団体では4位だった。2003年ノルディックスキー世界選手権のスプリントでは前半ジャンプの4位から逆転して、 優勝、世界選手権のノルディック複合で初めてアメリカに金メダルをもたらした。このシーズンのノルディック複合、ワールドカップ総合で自己最高の7位となった。しかしその後は怪我などもあって、なかなか好成績を上げることができず、2006年トリノオリンピックスプリントの10位、2009年ノルディックスキー世界選手権ノーマルヒルの16位が、 目立つ成績であった。自身4回目のオリンピックとなったバンクーバーオリンピックでは最初の種目ノーマルヒルで銀メダルを獲得。これはオリンピックのノルディック複合競技でアメリカ合衆国史上初めてのメダルである。さらに団体でブレット・キャメロタ、トット・ロドウィック、ビル・デモンと共に銀メダルを獲得。3種目目のラージヒルでも 同僚ビルデモンに次いで2位となり3つ目の銀メダルを獲得した。ノルディック複合ワールドカップでは2010年1月3日にオーベルホフでのグンダー戦で初勝利2009から2010シーズン終了時点で通算1勝を挙げている。ありがとうございます。